どうもー、岡山住みます芸人のハロー上田でーす。おそのまただ中やばれてやりましょう、そして輝く。ウェイ。さあ、ということで、すいません、ちょっとビーズが大好きでして、ちょっと歌ってしまいました。今回ですね、僕は岡山県のグルメをご紹介したいと思うんですけども、岡山県久米南町にございます中島ブロイラーの焼き鳥でございまーす。まあ、本当にすごい行列ができてまして、場所で言うと岡山県の津山駅から岡山市に向かってちょっと南に行った、20分ほど南に行ったところに、国道沿いにあるんですけども、本当すぐわかるんですよ。ちっちゃい建物がありまして、そこにもう常に行列がありますんで、あ、ここ何かなって言ったら中島ブロイラーさんということで、僕もちょっと気になってね、最初に行ってからもう毎週のように行かせていただいてるんですけども、そこの焼き鳥は何がすごいかと言いますと、これ名前にもついてる中島ブロイラー。このブロイラーという言葉はですね、鶏、鶏舎ですね、飼育の仕方が鶏舎に鶏をこうぎゅうぎゅうに詰めまして、たくさん餌を与え、丸々と大きくなっていくんですね。普段はだいたい 4,5 ヶ月出荷までかかる期間が、その半分で出荷ができるという、そのことによってですね、身がたくさんついておりまして、そしてその身がすごい柔らかいということで人気の中島ブロイラーさんの鶏肉なんですけども、早速ちょっとねお見せしようと思うんです。こちらもう買ってきたままの状態なんですけどね、これね、もうこういう状態で焼き鳥ちょうど10本買ったんですけどね。一つありゃいいのに、まあ、ちょっと一つじゃちょっと寂しいんでね、こう10本買いました。ちょっとこちら、これ冷めても柔らかくて美味しいですので、ちょっとこの中島ブロイラーさんの焼き鳥いただきます。うん、うまとらっしょー。もう本当に美味しい。これね、この鶏の旨味を邪魔しないこの塩気のみなんですよ。冷めてもこんだけ美味しいですから、これまたちょっとね、焼き目をつけたりしたらさらに美味しいかもわかんないですけども、これ見てください。これね、これむちゃくちゃ美味しいんですよ。これが中島ブロイラーの名物の焼き鳥、1本60円でございます。そして他にもね、こういったこういった手羽先、これね、こちらも1パック200円と相当まあリーズナブル。これなぜこんなに安いかと言いますと、これ自家農園で中島ブロイラーさんのところで飼育しているので、安く提供できるということだそうなんですけども、これに合う実は飲み物がございます。それがこちらでございます。ビンチューというんですけども、なぜ、これを紹介したかと言いますと、これ実はですね、これの製造元、これ岡山じゃないんですよ。岡山じゃなくて千葉県の松戸市なんですけども、今回こうやってご紹介したというのも、一番売上高がこう全国で1位なのは千葉県じゃないです。東京都でもないです。なんと岡山県でございまして、これ謎でしょ。でもね、これ真実を知ることが全てじゃない、ね、本当に真実が分かんないんですけども、ちょっと噛んでしまいましたが、どうしてもっとうまい具合に話せないんだろう、このね、津山市のソウルリカーと言われているこのビンチュー、これを焼き鳥と合わせて、これもね、なんか甘みはあるんですけど、キリッとした甘さなんで、全然なんか甘ったるい感じじゃなく、すっきり飲めるという。あ、美味しいわこれ。焼き鳥と一緒にいただきたいと思います。あれね。うん。うん。目をつぶると余計味がわかりますんで。うん、うん、じゃあ皆さんで一緒に、そして輝く、ウェー。さ
さあということで、今回ね、私がご紹介した岡山県のグルメは中島ブロイラーの焼き鳥。これぜひ皆さんも岡山県に来た時はお買い求めください。絶対に満足していただけると思います。約束なんかはしちゃいないよ。